大倉が崎城、または、きつれ川城は、現在の栃木県、桜市きつれ川にあった、日本の城である。倉が崎城とも、きつれ川丘陵の小高い山の頂上に立つ、連閣式の山城であった。現在は堀や各跡が残っている。平安時代末期、塩谷五郎レヒ広により築城された。こ広は、源平合戦において、源氏川で参戦し、 元略元年2月の一の谷の戦いや文治元年2月の八島の戦いで先行があり、塩谷市の所領であった塩谷荘の内現在の木連川付近に相当する三千町の領地を与えられた。文治2年に重い身広は大倉が崎城を築き、また土地の名を木連川に改める。これをもってこれ広は木連川塩谷市の始祖とされる。 キツレ川塩谷氏の血筋は四代で耐えたものの、同族の富士星塩谷氏から養子を迎え入れ、塩谷氏の支配は、合計17代400年に及んだ。戦国時代に入ると、塩谷氏は、同族の宇都宮氏から離反と起産を繰り返し、また、一族の内紛などもあり衰退した。そして17代、塩谷忠久が、 豊臣秀吉による小田原征抜の際に地産したとして解役される。小田原征抜後には関東久保系足利氏の公営が入法することとなる。関東足利氏は戦国期には小学防家と小弓久保家に分裂し、すでに衰退していたが、名族である足利氏の断絶を惜しんだ豊臣秀吉が男子の耐えた小学防家の足利氏姫を 小弓久保、足利頼住の子である、足利国朝に、朱和瀬が、国朝の姉であり、島子がこれを取り成したとされる、キツレ川三千五百国を与えられる。その後、文禄の約十軍中に急死した国朝から家督を、継いだ頼氏が、死姫と再婚して、キツレ川勢を称し、関ヶ原の戦い後に、徳川家康から先国を加造され、キツレ川藩を立派にした。 合計4500国程度に過ぎなかったキツレ川家が大名とされること自体が破格であったが、足利公営という家柄が徳川家にも重んじられ、十万国格の格式が与えられたほか、参勤交代義務の免除など様々な特権があった。この頼宇治の第二城下が整備され、山城であるキツレ川城に代わって、現在の桜キツレ川庁舎付近に、 キツれ川ジニアが建てられ、以後はこちらを班長とした。キツれ川家の支配は280年間、幕末まで続き、明治時代の1870年、廃藩地権に先立って、キツれ川藩は報道を新政府に奉還、キツれ川城も廃城となった。廃城後の城跡は、キツれ川町によって、お丸山公園として整備され、キツれ川地区のシンボルとして、 観光拠点となっていた。城の遺構としては1の堀、2の堀、3の堀、4の堀の空堀や土類などが残されていた。公園の敷地や斜面には300本の桜、フィールドアスレチック、文学の道があり、春は花見の名所となっていた。山頂には高さ49.5メートルのキツレ川、スカイタワーがあり、栃木県北部の山々などの景観を見渡すことが、 できた。タワーは公園のシンボルでもあり、気象条件によっては富士山を見ることもできたという。城市周辺の一帯はキツレ川温泉となっており、お丸山の山頂にも温泉施設、老人福祉センターキツレ川城があった。市街地から山頂へのアクセス手段としては、日本初を交渉する延長168.5メートルの大型車高エレベーター。 シャトルエレベーターが設置されていた。2011年3月11日には、東日本大震災による被災で、敷地内に700メートルにわたる大規模な亀裂が生じたほか、公園内の各種施設が損壊したため、周辺への避難勧告が出され、お丸山公園への立ち入りも禁止された。復旧の完了が2年後の2013年3月の見込みであるとされる中、 震災から半年後の2011年9月22日には、平成23年台風第15号による風雨で、土塁が幅70メートル、長さ約140メートルの土砂崩れが発生し、民家を巻き込む被害が生じた。こうした中で、公園自体の損壊も、議論の争点となった。2013年3月には、土地部分の復旧工事が終了したが損傷が激しく、 復旧にあたり多額の費用計上を必要とするスカイタワーなどの施設は再開の見通しが立たされていない。ありがとうございます。